マジでマジでマジで阿部監督のスタメンの起用本当に素晴らしいなっていうふうに思いますし、これからどんな感じで、スタメン組んでいくのかっていうところを僕の考えをちょっとお話していきたいなというふうに思ってます。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていてください、よろしくお願いします。はい、今日はですね、スタメンについてちょっとお話していきたいなというふうに思ってます。昨日の試合ですか、本当にね、僕ね、何回も言いますけど、阿部監督のスタメンの起用はね、本当に素晴らしいなと思いました。はい、というのもですね、やはり、坂本さんを2番に起用したというところ、これは、やはりベテランへの信頼感、であったりとか、信頼があるからこそ、僕できるんだと思いますし、やっぱりね、あんまり状態が良くない坂本さんをね、まあ相性がね、広島とすごくいいっていうのはありますけども、2番に置いた、それで、ましてやそれを使ったその日にですね、まあ、ホームランを打つ活躍をしたっていうところは、ちょっとやはり見るのをね、選手の調子であったりとか、そういったところを見るのがすごく得意なんだなって阿部監督はね、そういうふうに思いました。というのもやっぱり、ベテランとかになってくるとすごく、やっぱり使い方とかもね、やっぱ結構困ってくると思うんです。というのも坂本さんぐらいあんだけ記録を出したりとかいう選手がいて、例えばね、本当は使いたいと思ってるんだけど、やはり状態があまり上がってないっていう風なところになると、やっぱりこうなんかこうやっぱりファンの声もありますし、まあ、僕みたいな YouTube がね、 YouTuber がそうやって言ったりとかっていうのもありますから、今の時代ね、ありますからね、そういったところですごく難しい起用になってると思うんですけども、ただそこをね、自分はベテランを、困った時はベテランを信頼するというふうに、まあ、ずっと言い続けてたと思うんです、開幕の時からね。だからそれをぶらさないっていうこの阿部監督の采配っていうのは素晴らしかったと思うし、昨日の、ピッチャーの交代もそうですけども、やっぱ勝負どころっていうところを間違えないというかね、さすがやっぱキャッチャーの出身の監督だなって改めて思ったし、今までね、ジャイアンツはキャッチャーの出身の監督っていうのはいなかったと思うんですけども、そういったところでやはり名捕手の阿部監督は、阿部選手はですね、やはり監督になってもやはりキャッチャーという視線をね、持ちながら監督をやってるんじゃないかなっていうふうに思います。でその上で、これからね、どういった采配というか、どういったスタメンになっていくのかというところを見ていきたいと思うんですけど、僕はこの広島戦ね、特にこのあと2戦はですね、今日と明日でまだありますけど、坂本さんを2番に置く打順のままでいいんちゃうかなと思います。やはりね、機能しっかりハマってるっていうのもありますし、アドゥア投手に関しても床田投手に対しても坂本さんはね、すごく相性が良かったりするんで、このまま2番がいいと思います。というのもやっぱり、2番に入れれるっていうのはやはり吉川選手の状態がいいからだと思ってるんですね。もともと2番に吉川選手入れてましたけども、まあ、吉川選手がこの後半にかけてめちゃくちゃ上がってきてるっていうのがあるんで、じゃあ3番に吉川選手入れても大丈夫だなっていうところがあるんで、こういう打順ができてるんじゃないかなって、いいタイミングでね、できてるんじゃないかなと思います。でモンテスも昨日は5番という打順でしたけども、もう正直モンテスはね、2番入ろうが3番入ろうが5番に入ろうが、もうどこでもねやれるような選手だと思ってますし、もともとね入っていた時なんかは皆さん覚えてます？7番でいいかなって言ってたんですよ、阿部監督。それが今もう3番打ったりとか、昨日は5番打ったりとかしてるわけですよ。で、こんだけ打率も残してるわけなんで、この岡本選手の後ろにモンテスがいるっていうところは、広島からとっても脅威かなというふうに思うし、こんだけね、波の、まあ、そんなにめちゃくちゃね、今100試合に出てるわけではないんで、ちょっとあれなんですけど、まあね、こんだけ好不調が少ないというかね、こんだけずっとコンスタントに打ち続けてるモンテスっていうのは素晴らしいなというふうに思うし、吉川選手とモンテス選手がね、状態がいいから坂本さんを2番に置けるっていう、この打順ができてるんじゃないかなと思います。で、明日明後日は、今日明日か、変える必要は僕ないんちゃうかなと思ってます。で、昨日言いましたけども、まあ、その下位打線ですよね、ずっとね、まあ、下位打線が弱いかなっていう感じはジャイアンツちょっとあったんですけども、ここに来てね、浅野選手、門脇選手がね、昨日めちゃくちゃ活躍しましたと。で、浅野選手に関しては正直2年目で、僕なんて言うんだろう、正直あれかなって、まだ早いかなって思ってたんですよ。
今年ね、初めなんですけども、途中はやっぱ出てきて、ヘルナンデスが怪我して、出てきて、で、ちょっと調子悪くなったかなと思ったけども、休日返上でね、しっかり練習して、もう絶対やったぞっていうね、2年目なのにこの貪欲さというかね、このプロフェッショナルというか、プロ根性っていうのは素晴らしいと思うし、昨日の打席でもですね、カーブでやられてましたと。カーブでもう、パーンってもう体浮いてるわけ、浮いて三振してるわけですよ。見逃さずに、ポーンってこう浮いて、あーもう全然手が出ませんっていう三振をしてて、その後の打席にカーブをそれをねレフト前にパチンって打ってるわけですから、相手バッテリー相澤選手もね、この2年目やりよるやなと。さっきこうやってパーン浮いてこうカーブに全く反応できなくて三振見逃し三振してるのに、それをね、次の打席かな、次の打席やったか忘れたけど、それをレフト前にタイムに打ってるわけですから、波の19歳じゃないやろって、思ってるわけですよ。うん、で、門脇選手もね、今年あんまり良くなかったけども、実際ね、まあ、エラーもありました。打席でもね、ちょっとこれどうなのっていうところありましたけども、昨日もね、しっかりチェンジアップ2本打ってるわけですよ。っていうところで、ここに来てね、なんかこう全員が噛み合い出してきてるんかなっていうふうに思うので、すごくね、いい流れで、来てるんじゃないかなと思うし、もしかしたら、ここでね、まあ僕、まあ、すごく難しいと思うんですけども、3連勝なんかジャイアンツがした場合、まあもうちょっとね、ジャイアンツがもう一歩抜け出して、多分ほぼ優勝していくっていう流れになっていくんじゃないかなと思いますけども、まあ野球はね、そんな甘くないと。そんなに甘くないよ、小山と。お前が言ってるやつのいつも逆になるじゃないかっていう風なね、ことはね、視聴者のみんなね、分かってるんで、あんまりこう、3連勝とか言ったらそこから負けてしまったらちょっと僕も嫌なんで言わないですけど、まあ、そういったところでね、非常に、昨日の勝ちっていうのは非常に良かったと思いますし、いい流れできてるんじゃないかなと思います。で、その上で、スタメンなんですけど、僕はもうこれね、僕の考え方として、うまくいってる時はあんまり動かさなくていいんちゃうっていう僕考え方なんですよ。だから、前日に撮ってるんでね、明日って言ってしまいます。すいません。今日は、小林捕手はね、今日は出ないと思うんで、まあおそらく大城捕手が出ると思うんで、だから僕意外と6番に大城さんでもいいんちゃうかなと思ってるんで、5番モンテスが別にいいと思うんで、僕正直だから6番大城さんでもいいのかなと思ってるんで、だから、6番に大城さん置いて、7番に、浅野選手かで、8番に門脇選手で9番ピッチャーっていう形でいいんじゃないかなっていうふうに思うんで、まあ、そこはどういう流れになっていくか分かんないですけども、まあ、アメリカンとかどういうふうに考えていくか分かんないですけども、僕は良かった時とか、いい流れできてるなっていう時はあんまり動かしたくないというかね、まあ、そういった人が結構多いと思うんですが、結構新井監督なんかはね、結構いい勝ち方した後に結構変えたりとか結構するんで、まあ、あのチームはね、広島は結構こうなんかこう突出してる選手がいるかって言われたらあんまりいないんで、こう組み合わせでコンビネーションでとかやったりするんですけど、まあジャイアンツの場合はね、結構こううまくはまり出してきてるなっていう感じはあるんで、僕は明日というかね、今日の打順は6番に大城さん置いて、7番に、まあ、浅野選手、8番に、まあ、門脇選手で、9番にピッチャーっていう形で、1番から4番は、まあ、昨日と一緒っていうところでやってた方がいいんじゃないかなというふうに思うし、非常にまあアドラ投手ね、難しいピッチャ ー、球が動いてね、打ちにくいと思うんです。まあ、前、ジャイアンツのピッチャーで言ったら、まあ、左ですけど、まあ、メルセデスとか、CC メルセデスっていたでしょ、ロッテに行ったね。あいつなんかは、本当にね、球がぐにゃぐにゃ動くんですね。143とか4とかぐらいで、もう、フォンって動くんで、もうバッターが普通に打ちに行ったら、全部ゴロなんですね。だからまあ、それの右番だと思ったらいいんで、まあ、どっちかというと、低めのボールを手出しちゃうと、もう全部ゴロになっちゃうんで、だから、ベルトより上ですよね。っていうところ、まあ、昨日ね、森下投手が少し、まあ、ストレート高めに浮いてたりとか、まあ、チェンジアップがね、なかなか決まりきらずに真ん中行ったりとかっていうのありましたけども、まあ、アドラ投手もね、絶対失投はあると思うんで、そのベルトから上の球、特に変化球というところは、そのムービングすることはないので、僕はどっちかというと、まあ、アドラ投手のまっすぐを狙っていくっていうよりかは、高めの変化球、どっちかというと、まあ、球種で絞るというよりかは、高低で絞っていくというかね、もうベルトより上をもう大体いくっていう、まっすぐでも、ベルトより上だったら、あんま変化しないから、バーン振りに行ったらいいんですよ。変化球でも低め来たらめんどくさいけど、高め来たら正直チェンジアップだろうがカーブであろうがスライダーだろうが打ちごろなんで、もうそこを狙っていく、コースじゃなくて高低、低めを捨てて高めを全部狙っていく、もう球種は問わない、まっすぐでもバーン
変化球でもバーン打ってったら、もう大体あの内野の頭は絶対超えるんで、そういう打撃をしていければすごく面白い試合になるんちゃうかなと思うし、こんだけね打線がね、坂本、やっぱ坂本さんがね打ったらやっぱ乗ってくるよね。あとカズマとかが打ち出したらやっぱり乗ってくるなっていうのはあるんで、やはりね、昨日は下位打線ね、門脇選手であったりとか浅野選手もね打ちましたけども、まあ毎試合打てるかって言ったら、まあ、なかなか難しいんで、やはり主軸のね、岡本、坂本、吉川、丸、この辺の選手が、モンテスもそうですけども、その5番までぐらいの選手がですね、やはり、まあ、大城もそうですけどもね、そのあたりがやはりどれだけ打てるか、どれだけベルトより上の、ボールをね振っていけるかっていうところに尽きるかなというふうに思うので、頑張ってね3連勝して、もう本当にね久しぶりの優勝をね見たい見てないと思うので、ぜひね皆さんも応援よろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わっとこうと思うんですけども、チャンネル登録者数年内までにね5万人よ。あ、ちょっときついよ、分かってるよ、そんなこと分かってるんだけど、5万人行きたいんだよ、ほんまにごめん。みんなチャンネル登録してない人いたらほんまにしてください、よろしくお願いします。絶対対談するから、絶対対談するし、あの5万人ぐらいいたら本当にチャンネル、あ、でかいなって、あ、じゃあ出ようかなっていう風になるんで、実際あの言われてるんで、もうちょっとでかかったら出ようかなってちょっと冗談っぽく言われたりとかしてるんで、だから僕5万人行きたいんで、皆さん本当にねチャンネル登録してない方いたらね、ほんまによろしくお願いしますマジでよろしくお願いします。すいません、咳込んでしまいました。はい、マジでよろしくお願いします。はい、そんな感じでね今日は終わってきます。いつもすいません、いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあ、バイバイ。